はい、皆さんこんにちは、ワンダリギルページです。では今回は新ギレンの野望ベリーハードチャレンジマクベ編、続きをプレイしていきたいと思います。このマクベベリーハードのシナリオに、ランバラルなんかをですね、黄泉の国から呼び戻して歴史介入させてのプレイになります。前回までにオデッサ作戦を跳ね返し、そしてインドマドラス基地の攻略完了しています。今回はその続きですね、北京の攻略を行っていきたいと思います。すでに部隊マドラス基地から発進して北京基地に向かってもらっています。連邦軍の方もモビルスーツを戦線に投入してきていますので、ここからはね、もうモビルスーツ対モビルスーツという戦いになっていくかと思いますので、気を抜かずに頑張っていきたいと思います。ではまずは北京基地への侵入突破口を開いていきましょう。北京に向けて進軍中なんですが、ここにアムロのガンダムがいますね。アムロのガンダムはオデッサで撃破したんですが、再びアムロがガンダムに乗って北京で待ち構えているという状態です。このアムロを突破するのが少し苦労しそうですね。できればこのアムロにですね、損害が広がる前に撃破して突破してしまいたいというのがね、目的に今なっています。さあここですね、支援でランバラル隊、さらに言うと3連星なんかも出したので、結果ガンダム撃破できそうですね。多少ダメージを受けましたが、ガンダムは囲んで撃破してあります。ジオンの宇宙軍が少し苦戦している様子があるので、この辺りはね、なかなか手が回らない、ケアしきれない部分あると思うんですが、注意は常に払っておきましょう。であとはですね、介入ポイント発言ポイント、これを少し稼いで、この後はですね、できればハモンさんをこうランバラル隊の方にね入れてあげたいなというふうに思ってますので、その辺りにも注意をね払っていって、チャンスがあればハモンさん引き入れていきたいと思います。ではある程度まとまった部隊ですね、北京に侵入できそうですので侵入していきましょう。先行するのはランバラル隊であったりマクベだったりというところになると思います。侵入経路ですが、どうでしょう、経路的にはマップの左下、左この辺りから侵入すると確実に補給ラインを確保できそうですね。では侵入していきます。では北京ですね、敵部隊もそれなりに数は多そうです。ただ我々の方はこの後後続で増援も入れられる予定なので、まずは進軍ルートの確保から進めていきたいと思います。では部隊前線に到着しましたので、このまま進撃開始していきましょう。レイビル将軍がここにいますね。レイビル将軍早めに撃破して、指揮能力を発揮させずにね、決着つけたらいいかなというふうには思います。序盤どれだけ部隊を前線に送り込めるかというところがね、一つポイントになってきそうですね。策的に関してはよっぽどのことがない限りはルッグンに任せたいので、ルッグンを出してここで策的進めていきます。モビルスーツにそれをやらせるとね、攻撃回数が減ってしまうので、ここはね、節約という意味が強いですね。ここはレベル将軍のビクトレイにランバラル隊が攻撃を仕掛けます。ビクトレイの中に、ユニットを配置しているようなので、これ半減させることができそうですね。戦艦とか、このビクトレイもそうですけど、中にねユニット積んだまま破壊すると中のものを半分ダメージ与えることができるので大きいですよね。増援も入れることできましたので、ここで決めきりたいいいところですね。確実にいい敵をね撃破しながら進んでいければいいかなというところでしょうか。このターンで、決着自体はやっぱりつけていきたいので、進軍はね積極的に行っていきます。ここはマクベですね。
まあ、マクベを撃破されてしまうとこのシナリオだとゲームオーバーになるので、まあ、できるだけ温存しつつここぞというところですね、安全が担保されているところでの攻撃ということにしていきたいと思います。今回ジムストライク相手に格闘を仕掛けていってますけども、まあ、格闘っていう意味で言うとですね、このマクベの部分は強いので、まあ、十分にね対処できる戦闘かなというところですね。ここは3連星です。3連星がガンタンク2に攻撃を仕掛けています。で一気に、ね、全く3連星とは関係ないですが、まあ、見た目上は全く同じとこれをつけています。ここも格闘でガンタンク仕留め切りたいですよね。生き残しかな。あ、どうしてもベリーハードになってくると敵の、増殖というものが早いので早期決着していきたいところなんですよね。では基地中心部制圧できそうです。制圧してしまいましょう。基地中心部の制圧に成功しました。あとは敵のまあ、残っている砲台とかレーダーとかを破壊して敵の攻略完了していきます。これで完全に敵を沈黙させることができました。我が軍の勝利です。となると次の作戦目標をどこにするかというところですね。まあ、残っているのが今ちょうど出てきたベルファスト、あとはですねドリントン基地、この辺りは残っているのでまあ、攻略目標になり得る場所ということになりますね。まあ、場所柄どうでしょう。ベルファスト基地に向かうよりかはトリントン基地に向かった方がまあ効率的にはいいのかなというふうに思いますので、この後はそしたら段下してこちらトリントン基地に攻略戦仕掛けに行きましょうか。まあ、この時はですね、まあ、残念ながらギャロップとかビクトレイが使えないので、これらはですね、まあ、のびのびと、この後の戦いに備えて、オデッサに入れておきましょう。それと同時にもうちょっとガウの数欲しいかな、というふうには思いましたね。では、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。